はい、どうもバッシーです。今回はまるでフェリーのような口どけ、逆転の発想から生まれた濃厚チョコレートケーキを作っていきます。いつも使う食材のあの現象を逆手に利用したチョコレートケーキです。濃厚でリッチな味わいとなっておりますので、チョコ好き、スイーツ好きの方はもちろん、ぜひとも皆さん最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ではまず土台から作っていきましょう。こちらも安定ですね。ミックスナッツです。こちらを 25g 入れていきます。こちらをフードプロセッサーである程度細かく刻んでいきましょう。このぐらいになったらデーツですね。こちらも 25g 入れて2つを合わせていきましょう。ではこのようにある程度混ざりましたら、まずこちらココアですね。ココアを 5g 入れます。そして軽くですね、このように混ぜていただいて、その次に豆乳ですね。こちら豆乳を 10g 入れていきます。そのままフードプロセッサーで混ぜて、じゃあ生地をつないでいきましょう。この状態で大丈夫です。そしたらですね、型を用意していきましょう。こちらセルクルを用意しているんですが、もしなければですね、グラスなど、あと100均の型など違うもので代用してみてください。ではこちらを3等分した後に、これですね、綿棒の底にはラップをつけて叩いてですね、どんどんと型にはめ込んでいきます。ではある程度注意しながら、この足りない部分をですね、トン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 と平らに伸ばしていきましょう。このようになれば OK です。では冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、では続いてココナッツミルクを使っていきます。でココナッツミルクなんですが、このようにですね、もう本当は丸ごと使いたいのに固形と液体で分かれてる時ってあるじゃないですか。なので分かれているならば、このまま分かれたまま使用してしまえというのが今回のチョコレートケーキですね。なので分ける必要がないので、このように固形と液体にそのまま分けて使っていきます。ではこちらが液体の部分ですね。こちらを鍋に入れて沸騰させていきます。はい、ではこちら沸騰してきましたね。では沸騰したら刻んだチョコレートに入れていきます。そして全体に熱を加えるために1分ほど待ちましょう。では1分後ですね、真ん中から混ぜて乳化させていきます。きれいに合わさりましたね。ではこれを少量固形の方に混ぜてあげます。で軽くですね、このようにゴムベラで合わせましたら、ここでハンドミキサーですね、ハンドミキサーで空気を含ませてあげましょう。この段階で空気を入れてあげることによって、ふわっとムースな感じもできますね。ではそれを元のチョコレートに戻して、これをですね、サクッと合わせていきましょう。ではこちらが合わさりましたね。はい、ではこちら冷えで固まった型の上に流していきます。ではこれ流し切りましたら、冷蔵庫で冷やしていきましょう。型から抜く場合は1時間ほど冷凍庫に入れてあげましょう。ではこれが冷えて固まったものですね。ではこのように手の熱でですね、側面を温めてあげて抜いていきます。下からスススーっとこのように抜いていきましょう。このようにスッと抜けると気持ちがいいですね。
では最後にトッピングです。今回はナッツを使用していきます。ここのトッピング部分も全然オリジナル可能なので、好きな具材をきれいにデコレーションしてあげてください。最後にピスタチオを散らして完成です。はい、こちら本当に濃厚で口の中で溶けていきました。ココナッツミルクを通常で使いたかったのに分離してしまった時などぜひともお試しください。はい、ではまるでテリーヌのような口どけ逆転の発想から生まれた濃厚チョコレートケーキを作っていきましたが、いかがだったでしょうか。こちらですね、本当に分離をうまく利用したチョコレートケーキですね。なので今回はですね、固形分にちょっとね液体は入っていたんですが、こちらがですねもうしっかりと水が切れているとよりですね軽いムースのようなチョコレートケーキが出来上がりますので、ぜひともですね分離してしまったという時など、作っていただけると幸いです。あとですね、このように本格的な見栄えはですね、セルクルのおかげだったりもするので、このように手軽にねできちゃいますので、ぜひとも作ってみてはいかがですかというところですね。このチャンネルではこのように簡単にできて砂糖や小麦粉を使わないスイーツを投稿しております。もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。それでは失礼します。バッチーでした。